にちは、めぐです。今日もコーディネートをご紹介します。今日はモードブランド中心に合わせたコーディネートになります。堺のきれいめなスカラップのトップスに MM6 のデニムパンツを合わせています。この MM6 のデニムは結構太めでコーディネート難しくて、合わせによっては作業着みたいなかっこいい感じのスタイルになるんですね。なので今回はあえてきれいめなブラウスに合わせてみてます。トップスは堺の古着です。ネットで買いました。6000円ぐらいかな。結構私が着てるブランドメゾン系とかも多いので、マルジェラ着てる時とかもマルジェラ高いですよね、頑張って買いますっていうDM 送っていただいたりとかもすることあるんですけど、あのマルジェラのワンピースも古着で8000円ぐらいで買って、そう1万円しないので結構買いやすいですね。まあ、定価で今シーズンのものを買うってなるとめちゃくちゃ高いんですけど、そんな感じで見つけると割と安く手に入ることもあるので、はい、古着屋だけじゃなくて、まあ、フリーマアプリでしたりネットとかもすごく使う派なので、まあ、いろんな買い方があるかなと思います。こちらはちょっとスカラップになってるのでレースよりはそんなに甘くない印象で、このカットアウトもちょっと大きめの穴なのでちょっとモードな雰囲気で着れますね。シルエットは A ラインで、後ろ身ごろが広く作られていて広がるデザインなので、こう着てて動きが出るのがすごく素敵だなと思ってます。堺はね、こういう A ラインのシルエットのトップスとかカットソーとか結構多いですけどね、すごく可愛いのいっぱいあるのでいつか買いたいなと思っています。素材切り替えのやつとか可愛いですよね。デニムは MM6 です。 MM6 はメゾンマルジェラの女性の6番のラインが独立して作られているブランドで、マルジェラのセカンドラインみたいな位置づけのブランドですね。ブランド単体でもコレクションとかはやっていて独立した感じですね。こちらはマルジェラと比べると価格帯もかなり買いやすい値段なので、学生の時とか私もよく見てたりとか、学生さんでモード好きな方とか、まあそうですね、割とお手頃なものもあるのかなと思っていて、あと結構私の友達とかメンズでも T シャツ着てたりとかバッグ持ってたりとか、そういう人もいるので、男性にも全然取り入れてもらえるアイテムが多いのかなと思います。はい、先ほどもお伝えしたんですけど、このデニムは結構バランスはまあ難しいですね。そうですね、これ着てても持てないと思うし受けもそんなに良くないかもしれない。だけど私は面白いな、この太さがかっこいいなと思ったので買いました。このデニムをあえてインソール入りのコンバースとかスニーカーで合わせて、地面スレスレでダボダボで履くスタイルが好きで、今日もコンバースのハイカットを合わせています。他に合わせるとしたらタンクトップにサンダルとか、ちょっと軽めのデザインの方がいいのかなと思います。はい、クラッチバッグはユーズドのものです。スニーカーはコンバースの白のハイカットを合わせています。このパンツを買った時にスニーカーで合わせてダボッと履きたいなっていうのがあったので、デニムもなるべく長めにお直しをして、コンバースにはインソールを入れて長めに履けるようにしています。コンバースはね、結構きれいめな雰囲気で履けるので、こういうワイドパンツとかに合わせてよくバランスをとっています。アクセは今日はシルバー系で合わせてみました。マルジェラのリングとかフェイ&ラダっていうリング、ちょっと細めのものだったり、こういうシルバーのバングルで爽やかな感じで合わせてます。ピアスは多分 H&M だったと思います。1000円ぐらいのやつですね。まあ安いし、でもこう細いので
合わせやすくて、でもサイズが大きいので、よく夏のシンプルなコーディネートのアクセントとして使っています。はい、今日のコーディネートはこんな感じです。皆さんいかがでしたか？はい、ちょっと雑談なんですけど、最近このゆずすこにハマってます。知ってますか皆さん？カルディで買えるんですけど、タバスコみたいにちょっとピリッとした感じもありつつ、こちらはゆずの風味だったり酸味があります。レモンもあるんですね。レモンの方が人気なのかな。だけど私は結構和風の料理とかにも合うので、これ使ってます。ゆず結構推しですね。ゆずすこはサラダとかにも合うし、あとパスタとかいろいろお鍋とかに入れてもいいみたいですね。私は昨日タコと大葉のカルパッチョを作ってこれをかけて食べました。めっちゃ美味しかったです。おすすめです。何か合う料理とかもし知ってる方いらっしゃったら教えてください。堺のトップスね、すごい可愛いですよね。このボタンがちょっと反射してキラッとする感じが、綺麗な雰囲気が出てすごくいいなと思ってます。はい、こんな感じで、おとといはルームウェアのおすすめ3選の企画動画を上げさせていただいたんですが、そういう企画系の動画も挟みながら日々のコーディネートなどファッションを中心に動画を投稿しておりますので、ぜひ今日の動画見ていいなと思った方はチャンネル登録と高評価をして、次回の動画もご覧いただけると嬉しいです。ルームウェアの動画もね、久しぶりにやった企画動画なので、もしよかったらぜひチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。こんな感じでファッションを中心に私の気になること、これからもどんどん投稿していきますので、皆様ぜひチャンネル登録と高評価をしてご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。